第34回エリザベス女王杯です。ゲートイン完了、今スタートしました。横に広がった、さあ先行争い、外の方でミクロコスモスは内の方へ早くも入れようというところ、内からクイーンスプマンテが行きます、チェレブリタ、それから外からはデイビルプリキュアであります。6万人を超える大歓声が起こりました。リトルアマポーラ早々と3番手、リトルアマポーラは早々と3番手、テイムプリキュアとクイーンスプマンテ、この2頭がレースを引っ張ります。そして3番手の位置に5番、クリストフスミヨンのリトルアマポーラ、後方集団にここにいた、ここに16番のブエナビスタ、後ろから3頭目、しんがりから行くのがミクロコスモスであります。さあ1コーナーから2コーナーへ、先頭は7番のクイーンスプマンテ、2馬身のリード、テイムプリキュア2番手であります。8馬身差が開いた、3番手怖いところに5番のリトルアマポーラ、4番手にチェレブリタ、その後ろブラボーデイジーがいる、内から4番のジェルミナル、それから10番フランスのシャラナヤであります。その後ろ西のブルームーンが続いている、外からはレインダンス、内から2番のネショーベルーガ、ピエナビーナスがいる、それからサンデイジャスパーで12番のブロードストリート、その外へ川上プリンセス、末足を溜めている、ちょっと上がっていった、それと一緒にブエナビスタも上がっていく、その後ろからウェディングフジコ、相変わらずしんがりの方にムードインディゴと、そしてミクロコスモス、3コーナーの勝負どころ。さああとゴールまで 800m で、前に頭は後続をちぎっているが、問題は3番手だ、リトルアマポーラ3番手、川上プリンセス早々と4番手、その間に入ってブラボーデイジーであります。さあ前に頭はあとゴールまで 600m でありますが、20馬身とちぎっている、後方集団懸命に差を詰めて、今ブエナビスタ、ブエナビスタが外から3番手に上がってきた、ブエナビスタ3番手に上がる、直線を向いて、まだクイーンスプマンテとテイゲムプリキュア、クイーンスプマンテとテイゲムプリキュアが粘っている、あと 300m は切っている、ブエナビスタは届くのか、これはとんでもない波乱になるのか、とんでもない波乱になるのか、これが競馬だ、これが競馬の恐ろしさ、ブエナビスタ猛追、ブエナビスタ猛追、しかしクイーンスプマンテ、田中博康やりました若武者、これが競馬の恐ろしいところ。逃げた2頭をなめたわけではありませんが、これが競馬の怖いところ。クイーンスプマンテ、テイムプリキュアの1着2着、ブエナビスタはどうやら3着か。